やっぱり匂いつける。ああ、やっぱ匂いつける。バイクラちょっとだけ落ち着いてください。なんだこれって顔してる。最近すごい慣れてって感じ。あ、そうなんだ。なんで来たのかよくわからん。名探偵コナンのたまごっちが半年待ってようやく届きました。徹子でーす。最近ドラクエウォークがガチャよく当たってるんでいい感じです。上近です。今日は。てっちゃんが好きなやつ。私好きです。そうだよね。確かそうだったと思う。うん、いいんじゃない？ピーマン。うん。1年前ぐらいにやったのかな？なんか定期的にやってるような気がするけど。まあまあ食べるかな？まあまあ、まあまあでもないか。うん。上手に揚げていきます。うん。揚げピーマン。何の先に行ったかった。うん。あれやっぱピーマンのすごい匂いするね。すごいですね。うん。やっぱすごい。なんか前こう匂いつけてたよね。ああ、そうですね。なんかほっぺた。うん。うん、どう？うん？ああ。ダメ？どう？嫌です。嫌か。ぬかご嫌か。マフラーね。こっちまでおいで。でいく。どう？やっぱり匂いつける。やっぱ匂いつける。うん。もう匂いつけるね。食べないね。食べないで匂いをつける。なんだろうねこれ。なんかそういうなんだろう。匂い強いのにはこんなしますね。うん。いらないの。食べはしない。アースリア。そうなんだ。ちょっと匂いつけるのは、うん、自分のものみたいなことですよね。うん、多分ね。食べはしないです。うん、でも食べないっていう。うるさいよ。うるさい。はい。お座りして。うん。ワイからちょっとだけ落ち着いてください。手までやられるからな。手までやられるんだ。はい。美味しかった。よかったね。よかったね。あ、終わりかな。じゃあ立ち込んでくるか。一回向こうでねもらえるみたいよ、きなこ。あ、向こう。向こう行ってらっしゃい。向こうでもらえるってもらえるって。もらえるもらえる。はい。行こう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 。ゆっくり食べよっかねえ。あら、無理。はい、めいちゃん、めいちゃん来たよ、めいちゃんの、めいちゃん来たよ。ちゃんだよ。はい。お利口だからお手できるよね。お手じゃ、お手なのかしら。待て、はい。おー、上手、はい、おー、上手。ほい。おー、おお、うん、ん、落としました。落とした。意外。あ、意外、うん、ダメなんだ。意外のかな。やっぱりね。じゃあもうお座りして。どう？食べて。うん。あ、でもやっぱり苦いの。食べたね。でも。あ、でも苦いね。食べてる。麺は食べないです。もう。うん。残しちゃって。食べましたね、全部。うん、食べた。さつきちゃん食べた。さつきは食べました。うん、じゃあ誰？ジャム。ジャムか。かわいいね。ジャムちゃんかわいいね。はい。メイの残りも。あ、メイの残りも食べた。さつきちゃん好きなんだ。うん。好きなんですね。おいしい。意外ですね、メイちゃんが食べなかった。おいしいな。あ、おいしいって。あ、一応興味はある。そんなもんだよね。オッケー、いいんじゃない？はい。うん、パカ行ってみよう。うん。え、レイちゃん？まあ鳥食べてもおかしくないのかなと思うんだけどな。レイ見て。丸。なんで？レイ、はい。
じゃあでっかいの、はい。ああ、でっかいの持ってみる。食べる？おい、落とした。食べましたよ。うん。食べないね、でもここは。食べない。こちら。あれ、うん、あ、落ちました。食べる？あ、落とした。なんだこれって顔してるよ。なんかもらえるよ、なんかもらえるって期待はしてるけど。うん、ちょっと加えてみるけど、これじゃないんだね。あ、もう痛い。うん。あ、え、食べた？え？食べてますね。あら、食べる？え？どうだ？ああ、食べてもいいのかなぐらいの感じで食べてはないんじゃん。どうなんだろう。ほい。あ、やばい。あ、来たよ。やばい。どうされ来たよ。何にもない。ちょっと。うん。食べる？じゃあ。食べてもいい。半分。小角と半分。あ、なんか、ね、あ、大丈夫。あ、一瞬なんか変な話だよね。言ってましたけど、食べましたね。もっとちょうだいっつってるね。言ってますね。あ、どこだろうね。あ、ちょっと、持ってった持ってった。持ってっちゃった。あ、なんか向こうで食ってるっぽいけどね。食べてます。お尻しか見えない。ああ、めっちゃ奪い合いしてます。うん、美味しいんだ、これ好きなんだ。へぇ、あんまり見えない。おー、ここにある。あー、持って逃げてる。うん、持って逃げてる。もうみんな取り合って食べてる。もう好きなんだね、これ。へぇ、めぐれか。ここで食べてよ。そう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 。好きだね、こんな好きなんだ。グンって引きますね。モルモット。へえー。不思議だね。まあまあ、それはめっちゃ引っ張りますね。普通といえば普通かもしれんけど、珍しいな。結構がつりますか。うん。へえー。なったよ。好きなんだね、モルモットはね。すごいですね、勢いが。うん、モルモットとキャサリンが。あ、呼べば来るの。呼べば来るんだ。へえ、すごいね。分かってるっぽいの。これ食べない。やっぱり動物の世界でも癖強いのかな。強いかもしれない。これでなんか水分量が少ないか苦味が抑えられてるかどっちかだったら食べそうです。うん、食べない。そうでもない。かわいい。食べる気持ちではない。かわいいからいいじゃん。かわいいね。最近すごい慣れていて。あ、そうなんだ。この手を置いてくるのがめっちゃ可愛い。可愛いね。可愛いです。もっともっとしてくるのが可愛い。ずっと慣れちゃうんですけど。ピーマン。ピーマンさん。落とした。もうすぐ。どこ行っちゃった？ピーマンさん。ああ、首が少し食べるのかなと思ったんだけど、食べないね。食べない。いらない。めっちゃめっちゃ。いらない。ありがとうございます。いらない。こんなに余っちゃう。うん、しかも使い道が。使い道が限られた。あ、大ちゃんが俺食べるぜってきた。はい、どうぞ。
なんで来たのかよくわからない。誰？クロちゃんの人がいる。ああ、クロちゃんね。うわーみたいな。うわー。そんな人気ないんだ。モルヤギ、うん、モルヤギぐらいですね。でしたね。OK、うん、ピーマンをあげてきました。ちょっとパウでは園内がどうかわからないんですけど、パウでは園内も限られた動物だったけどね、うん、パウも結構好みが分かれる、うん、逆に自然界で何が食べてるんだろうね。ちょっと見てみたい、うん、になります。多分誰かが食べてその種を運んでくれる、はいっていう仕組みだと思うんだよね、形から言ってさ。あ、誰も食べないとね運んでもらえないから。辛みや苦みに鈍感な鳥が食べますって書いてある。やっぱ鳥だよ ねとは思うんだけど。スイちゃん子供の時から好きだったの？そうですね、ゴーヤが好きだから。え、ゴーヤが好きだから多分苦いのは何でもかんでも、子供の時から。ピーマンはいつも砂ずりと一緒に塩コショウを炒めて食べて、ああ美味しそう。めっちゃ美味しいです。ああなるほどね。そればっかり食べてました。結論、苦くても子供たちもピーマンたくさん食べ、ピーマンたくさん子供たちが見てくれてることを祈って、ピーマン美味しいのでたくさん食べましょう。ピーマン見たことあるよ、お父さん。ピーマン子供の頃は食べれなかったけど今食べれるようになったよ、今も食べれないよ、子供の頃から好きですよ、ピーマンの おすすめのレシピはこれ、はコメントに。うん、そういえば結構キュウリの食べ方は、え、来てました。結構来てたね、みんな味噌で食べるって。すごい良かったです、あのおじさんじゃなくて。自分だけかな。私30代ですけど味噌で食べますって、そういうのいっぱい来てたよね。いや、おじさんじゃないなっていう。きっとピーマンも多分、うん、ピーマンの肉詰め以外でお願いします。え、スイちゃんのおすすめの、私はもう砂ずりと一緒に炒めて塩コショウとか。美味しそう、美味しそう。もうピーマンは本当にこんな細切りでしなしなのピーマンと、あの塩コショウ、もうこれでもか嘘みたいなぐらいかかった砂ずりと一緒にこう食って、もうご飯ガーンって食べるのがめっちゃ好きです。おじさんかな。まあ確かにおじさんくさと私はあるね。絶対にお酒が合うんですよ、うん、他の野菜あげてるところも、見たいし、ピーマンのレシピもたくさん見たいよ。チャンネル登録でお願いします。チャンネル登録して、辻弁できて、コメント欄見たらいろんなレシピが載ってるんで、ああ今日この献立にしよう、できます。できます。なんかあれみたいな感じになる。なんかレシピサイトみたいな。次 の動画でお会いしましょう。いっバイピーマン。今のはバイキンマン。いたの？ひなこ。いや、お部屋に行ってんのかと思ってたよ。はい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 。ひなこ？はい、めいちゃんもね、めいちゃんもめいちゃんもかわいいね、めいちゃんも。ひなこ、ひなこ、いたの？うん、さすきちゃんもかわいい。ひなこかわいいね、ひなこかわいいね。さすきちゃん、さすきちゃんもかわいいね、さすきちゃんもかわいいね、さすきちゃんかわいいね、さすきちゃん、ひなこ来た、ひなこ来た、ひなこ、ひなこ、ひなこ、きなこ、きなこ、かわいいね。はい。はい。かわいい。せっちゃん来ないね。
うん、なんでお手すんの？お手って言ってない？お手？お手すんの？お手って言ってない？お手って言ってないよ。なんでお手すんの？お、来たか？なんか来たか？